こんにちは楽しく勉強ワンンポイント私塾のてつです今日はシリーズでお届けする「ウェストファリア体制と30年戦争」の第8回「ウェストファリア条約の意義」をお送りします南山の末に生まれたウェストファリア体制の意義を詳しく見ていきたいというふうに思いますヨーロッパの近代の始まりの瞬間がこのウェストファリア体制でした一緒に楽しみながら勉強していきましょうお付き合いください ウエストファリア体制と30年戦争第8回ウエストファリア条約の意義ということで見ていきます今日のポイントですけれどもウエストファリア条約による4つの意義を学ぶというふうにしましたウエストファリア体制いろんなことが決まったんですがあえてですね4つ意義があるというふうでまとめてみましたのでそれについて解説していきたいというふうに思いますはい内容ですけれども1番ウエストファリア条約の4つの意義2番 信仰の自由と女王クリスティーナ3番ウエストファリア体制の別名勢力均衡ということで見ていきます1番ウエストファリア条約の4つの意義ということでウエストファリア条約の意義について見ていきたいというふうに思います、はい、ウエストファリア条約の結果として一般に言われる5つの成果があると いうことに書いておきましたこの5つの成果というのは、まあ、一般的に教科書とかいろんなものを見るとです、ね、必ず出てくるものだというふうに言っていいと思います前回の動画でもお話しした内容ですがそれはこちらになりますねちょっと教科書的な内容かなというふうに思ってしまうんですが、まあ、それでも大事なポイントになりますウェストファリア条約は1番アウグスブルグの和議が再確認され新教都プロテスタントが認められた2番 ドイツ地方にいた300もの諸侯に大幅な自治権、立法、課税、外交等が認められ、実質的に独立したものに近づき、両方国家といわれるようになった。3番、フランスがドイツ地方のアルザツ地方の大部分を得る。4番、スウェーデンはドイツ北部のボンメルンなどの地域を得る。5番、オランダ、過去ネーデルランドとスイスの独立が正式に認められたということですね。 これをパッと見ると、ですね、まあ、歴史の勉強的にはこのように覚えるのかもしれませんが、どうしてもこの領土的なものと、まあ、よくある戦争の一つというふうに見えるかもしれませんが、実際のところは、ですねこのウェストファリア条約とその前と後とはですね、大きく違いますよということを、ここでは強調したいなというふうに思います。この5つのポイントは5つのポイントで大事なんですが、あえてですね私なりに大きくウェストファリア条約の意義という意味では、 4つ挙げてみたいというふうに思いますはい5つの成果は領土のことが多いがその後の世界に与えた影響は領土のことではなかったというふうに書いておきましたそれがこちらですね大きく4つの意義が挙げられるというふうに、えー、まとめてみましたこの4つというのはこちらに書いてあるこの内容になります ちょっと字がちっちゃいですけれども、えー、一つ一つ見ていきたいというふうに思います。4つの意義ということで、1番、世界で初めての国際会議であり、初めて結ばれた国際法であったということですね。これはですね、やはり今の時代に生きているとなかなかピンとこないのかもしれませんけれども、1638年ですね、1638年、このウェストファリア条約というものは、 えー、本当に世界、まあ、ヨーロッパ世界という意味ではヨーロッパ,ヨーロッパなんですけれども、まあ他の地域でこのような形はなかったので、まあ、ヨーロッパ世界ではありますが、この国際会議、これだけの国と地方が集まってですね、話し合ったというのは、えー、本当に初めての試みでした。えー、もちろんですね、各国同士、えー、個別とかそういうことはあったんでしょうけれども、えー、これだけのメンバーが集まってですね、しかも君主ではなく、えー、外交官、 が集まって、代わりの代理人が集まりながら同意を得ると。そしてその結果が国際法となるということですね。これが初めてやられた場所がこのウェストファリア条約でしたよということですね。そして今後ですね、今の現代にも含めて、その後にはそのやり方というのは基本的には今も続いていると言っていいと思います。いろんな問題、いろんな国際会議というのはいろんな問題もあると思いますけれども、 少なくとも一つの紛争解決手段、もしくは紛争後の話し合いの手段として、この国際会議、そしてその結果としての国際法が、ここで初めて定義されましたというのが、ウェストファリア条約の意義の大きな一つの、えー、意義の一つというふうになります。そして2番、宗教について新教徒、過去プロテスタントを認めたことは、 その後の信教の自由にもつながる動線となったというふうに書いておきました。えー、これはですね、えー、このウェスファリア条約を導いたのはですね、もともとはその30年戦争という、えー、カトリックとプロテスタントの争いだったということですね。まあ、実際には覇権争いに、えー、終始するといってもいい戦争なんですけれども、まあ、そうは言っても、やはりきっかけは宗教でした。そしてその宗教についてですね、えー、やはり信教徒、まあ、要するにカトリックという旧勢力、 に対す新教徒を認めざるを得ないというところまで来たのは間違いないということですね。でそこで新教徒の、えー、布教をですね、ある程度認めたということは、えー、画期的と言ってもいいのかもしれません。ただし、ここにあえて「信教の自由」という言葉を書いておきましたが、えー、教今でいう信教の自由とはもう程遠い内容です。えー、内容といってもですね、基本的には白人同士の争いで、えー、白人同士、しかもキリスト教限定の、えーまあ、プロテスタントなら多少認めてもいいだろうと。 いうぐらいの話でして、えー、実際に信教の自由と今で、今で考える信教の自由とはもう全く違うと思ってもらっていいですし、えー、キリスト教徒以外、もしくは白人以外の人間は、まあ、そもそも人間扱いされていないこと自体は、この1638年、えー、日本で言えば江戸幕府の時代であってもです、ねえー、そんなに大きくは変わってはいないです。ただ、こうした形で、えー、他の宗教も認めましょうといったことは、ヨーロッパにとっては、えー、一つの大きな一歩だったということは、 あえてここで書いておくべき必要があることかなというふうに思いますそして3番ドイツ地方は解体されそれは両方国家としての国家を定義したこととなったというふうに書いておきましたこれはちょっと土地的な話になるとは思うんですけれどもドイツ地方この当時ドイツはありませんので、まあえっと、ぽっかり真ん中にあった、えー、ハプスプルグですね新世ローマ皇帝国という帝国が えー、圧倒的に弱くなり、えー、そこにはじゃあ何が生まれたかというと新しい国が生まれたわけではなくてですね両方国家といわれる、えー、有力諸侯たちの国々が集まって出来上がってきたというふうになります、えー、そしてこれはですねその後の世界史にも非常に大きな影響を与えてきますので、えー、このドイツ地方今はドイツという馴染みがありますけれどもこの神聖ローマ帝国という国というかね一つの集まりがですね 大きく解体されたのが、このウェストファリア条約、まあ、30年戦争だったということですね。そして4番、これが大きいですね。国家を定義し、その国家の単位で国と国との政治を進めるという基礎ができたということを書いておきました。まあ、これもですね、じゃあ何をと言われるとちょっと難しいんですけれども、えー、まあ確かにウェストファリア条約の前と後で、まるきれ違う流れになったかというわけでもないんですけれども、 えー、少なくとも、ですねこのウェストファリア条約の後には、もう宗教という形での戦争というのは、基本的にはなくなったと言っていいのかもしれません。そして、じゃあ、何が出てきたかというと、国という単位ですね。えー、じゃあ、今までフランスもスペインもあったじゃないかというかもしれませんけれども、あのー、そうは言っても、ですねフランスというのも、まあ、ブルボン朝の王家が、えー、支配している場所という形である。ある ととしししててのの名前と言ってもい,いのかもしれませんしそういう意味ではではすね国という形、それが定義されたというのは、実はこの後、このウェストファリア条約によって、ようやく国という一つの単位がはっきりし始めてきたというふうに言われます。今の考えではちょっと分かりにくいのかもしれませんが、それと日本人的にはですね、日本はなんだかんだ、明治維新の頃でも、ですね藩が中心であっても日本という国をという考え方があったんですが、 えー、ヨーロッパという意味ではです、ね、国という単位というのはなかなかちょっと曖昧な部分もしくは日本人ではちょっと理解できない部分があるのかもしれません、えー、しかしこのウェストファリア条約の、えー、語る上ではでは、ね、この国家国家という、えー、定義ができでき定義されたということは、えー、非常に大きな成果としてよく言われるので、えー、このウェストファリア条約によってこれが定義されたということをしっかり強調しておきたいです。ですかね そして、ここの写真ですね。このフーゴー・グローティウス。この人が、この戦争とは、戦争、あまりにもひどい戦争に対して一定のルールを課そうというふうに考えてですね、法体系もいろいろ考えて、この人が言ったことがすべて入ったわけではないですが、非常に大きな影響を与えたというふうに言われています。このフーゴー・グローティウス、ウェストバリア条約になくてはならない人ですので、この人のこの顔も含めてですね、しっかり名前を押さえておきたいところです。 すべ、はい、てが初めてのことばかりのウェストファリア条約は、まさにヨーロッパの近代の幕開けであり、世界地中に絶大な影響を与えることになるというふうに書いておきました。まあえー、今、語り尽くしたことではありますが、えー、このようにしてです、ねえー、新しい体制というより、まあ、少し、えー、今に現在に近づいてきたと言っていいのかもしれません。えーまあ、そうは言ってもです、ね、1600年代ですので、だいぶつい最近だろうという言い方もあるんですが、 そうは言ってもとにかくこの近代とヨーロッパの近代というのはこのウェストファリア条約をもってスタートしてきたというふうにも言われますのでこのヨーロッパ近代の幕開けと言っていいこの節目ということをししっかり理解したいところです、はい、また、神聖ローマ帝国の死亡診断書と言われるこの条約以後不安定化したドイツ地方は大きな火種となると。 いいう,うに書いておきました、えー、このドイツ地方ですね、このど真ん中、えー、地図で言えばヨーロッパの真ん中になるんですけれども、えー、そちらが、えー、空白地帯とまでは言われにしても、えー、強大な国家というものは、えー、大きく力をそが,そがれた形になります。まあ、そしてですね歴史をいろいろ考えていくと、ですね、まあ、このあとフランス革命が出てくるんですが、えー、ロシア革命にしても、第一次世界大戦にしても、そして第二次世界大戦にしても、ですねやはりこのドイツ地方、ドイツ、 黒い戦も含めてですが、まあ、そのあたりというのは、えー、ヨーロッパ、そして世界に大きく、えー、影響を与えた、まあ、一つの軍事国家でもあったなというふうに思います。まあ、そう考えると、ですねこの30年戦争と、えー、ウェストハリア条約というのは、えー、実は2つの世界大戦すらですねちょっと予感させる、えー、戦いであり、結末であったというふうに言ってもいいのかもしれません。はいこちら4つの 意義ですねこうした意義があったということをしっかり理解するとウェストファイア条約というものの本質が見えてくるかなというふうに思います。2番「信仰の自由とジョー・クリスティーナ」ということで先ほどの話を少し掘り下げてみていきたいというふうに思います。 構図としては、旧体制であるカトリックと、それに対抗するプロテスタントの戦いだったが、プロテスタント側が勝利したことにより、プロテスタントの権利は大幅に認められたというふうに書いておきました。これは30年戦争の話ではありますが、この30年戦争の結果として出てきたウェストファリア体制という意味では、このプロテスタントの力が大きくなったと、こちらですね。 こういう,うですね。カトリック教区、特にこの神聖ローマ帝国ですね。こちらが大きく破れたということ。そしてプロテスタントとの争いだったと。で、中で、まあ、ポイントと一つの大きなポイントとしては、なぜかカトリック側のプラフランスがこちらにいるということですね。まあ、そういう意味では完全な覇権争いだったと言っていいと思います。そして、ここは、まあ、今の地図はここには載せてないんですけれども、舞台は全て、 この新生ローマ帝国、今でいうドイツ地方の辺りで行われた戦争でした。えー、そういった、それが30年戦争であり、えー、ものすごい状況になって、まあ、結果としてウェストファリア体制が生まれるということですね。そして結果、えー、ウェストファリア、えー、この神聖ローマ帝国、経験なカトリックだったフェルジナント2世が倒れ、まあ、3世になるんですが、えー、そこで弾圧していたプロテスタントに対して大きな権利を認めることになるということですね。 しかし、宗教を理由に殺すのは良くないという程度で、あくまで白人のキリスト教に限っての権利の獲得だったというふうに書いておきました。えー、これはですね、もうあまり詳しくそこまで、えー、理解することは難しいんですけれども、まあ、少なくともですね、ここはやはりカトリックとプロテスタントの話だけだったというふうに考えるのが、えー、自然です。えー、実際他の、えー、その後の時代を見てもですね、 じゃあ、他の宗教を認めたかという節は全くありません。えー、結局ですね、白人当主の争いに対して、えー、まあ宗教理由でこんな人の殺し合い、もともと宗教というような人を救うもののはずなのに、なんでこんな殺し合いをするのかということは、えー、普通に歴史を学んでいても疑問に思うんですけれども、まあ、当時の人々もやはりそういうふうに思ったのかなというふうに思います。あまあとにかくそういう中でですね、あのー、まあ宗教理由に殺すのは良くないという意味で、 プロテスですので、えー、あくまでこれはですね、白人同士が、えー、白人同士のキリスト教徒同士が、えー、結んだ、えー、条約ですよというふうに、えー、まあ、あえてアジアの、えー、我々からする見た目で言うと、まあ、そう言っていいのかなというふうに思います。 スウェーデンの女王クリスティーナはカトリックもプロテスタントも皆人間と寛大な動きをし領土の主張を強くはしなかったというふうに書いておきました、まあ、ここでですね、えー、まあこの女性を一つ取り,取り上げておきたいなと思いましたこれは女王クリスティーナですね、えー、スウェーデンの女王です、えー、わずか6歳でしたかね6歳か4歳か、えー、それぐらいで即位してですね22年間、えー、女王の座にいて30前にして ポーンと工場女王を辞めてしまうという非常に、えぇ、ー、キセントリックな人でした。えー、そして、えー、その中で、えー、まぁ、もともと、プロテスタントの国の人なんですけれども、えー、なぜかカトリックに行ってしまうとか、まあ、本当にもう、もう自由奔放と言ってはいかんのですが、非常に特色のある人だったようです。で、この人は、ただですね、そういうとすごく変人みたいに言われますし、まあ、実際そういう風に言う学者もいるみたいなんですが、えー、デカルトや、 えー、先ほどのフーゴ・グルティウスなどとの信仰、えーえー、もあったようで、やはり学問に非常に長けた人だったんじゃないかなというふうにも言われています、えー。そのグリスティーナ、まあ、非常に特徴的な人なので、まあ、あえてここの場で、えー、紹介したかったんですけれども、このクリスティーナが言った言葉というのも、このカトリックやプロテスタントはみんな人間ですよというような言い方、まあ、これ自体がですね、何て言うのかな、えーまあ、当時のキリスト教の傲慢をちょっと感じますけれども、まあ、それでもやはり、 それですら画期的だったのかというふうに思います、そしてまたです、ね、この時スウェーデンは戦勝国だったんですけれども、このクリスティーナはさほど大きく、まあ、もちろんドイツの領土をいくつか取るんですが、大きな主張はしなかったと言われます、スウェーデンはここで結構損をしたというふうに言われる人もいる、言われることもあるということですので、まあ、この人はなかなか面白い動きをした人ということで、まあ、ぜひ頭に入れておくといいのかなと思います。 まあ、ちなみにですね、この人は、えー、30年戦争の英雄であったグスタフ2世アドルフの、えー、娘さんということになっております。はい。ドイツ地方はバラバラになったが、比較的戦果の少なかった北側のプロイセンが台頭してくるというふうに書いておきました。えー、ドイツ地方は30年戦争で悲惨な目に遭いました。 えー、そ,そ,その上、ですねこのウェストファリア条約によって、えー、ドイツという国は、えー、バラバラにされた、ドイツ国国ではないですね、ドイツ地方ですね、えーまあ、地方であり、神、ま、聖、あ、ローマ帝国ですね、こちらになりますけれども、えー、これは、えー、この真ん中ですね、ここ、大きく真ん中、ヨーロッパの真ん中に君臨していた神聖ローマ帝国というのは、いろんな諸行にバラバラにされていくと、されたということですね、まあ、バラバラにされたというか、 彼ら諸侯の権利を大幅に認めることによって、まあ、結果的にバラバラになっていったということですね。で、えー、ここ、プロイセンは実はこの辺りなんですね。このプロイセン王国。えー、ドイツプロイセンというとドイツのイメージ強いんですが、えー、実はこのポーランドの辺りの上の方に、えー、位置しています。えー、ですので、実はドイツといってもまあ東側なんですけれども、えー、このプロイセンというところは、えー、この戦果を免,免れてですね、 この後の歴史においては非常に重要な位置を占めていきます。日本の明治維新にも大きく影響を与えてきますので、そういう意味では地図としてはちょっと押さえておきたいところかなというふうに思います、まあ。とにかくこの真ん中のドイツ地方ですね、これはもうボロボロになったというふうに言っていいと思います。まあ、そうは言ってもハプスブルグ圏もなくなったわけではないので、こちらにオーストリアのハプスブルグという形で残ったり、ここでハンガリーと一緒になったりというふうになっていくんですが、 少なくとも神聖ローマ帝国という形で大きく君臨していった状態はウェストファリア条約をもって終了ということで神聖ローマ帝国の死亡診断書といわれるゆえんということになりますね3番ウェストファリア体制の別名勢力均衡ということでウェストファリア体制そのものについてもう一度全体像を見ていきたいというふうに思います ヨーロッパの勢力均衡バランス・ p o パワーという考えはその後の19世紀にも続く根幹であるそれはウェストファリア体制から始まっているというふうに言われます、えー、このウェストファリア体制によってこの真ん中の新聖論まで国ですねこれ,これがまあ解体といっていいしまあバラバラになったということにはなりますけれども、まあ、それですぐに 平和が維持されるかというと、まあ、正直、すぐに戦争は起こりますし全く平和の維持はできなかったと言ってもいいかもしれません。とはいえ、ですねこれによってというより、まあ、こ,こ,のこれだけの戦争をやってまた先ほどのグロ・トゥイスの考えもありますから戦争というものに対してですねやはり一定の歯止めがかかったということは言えるのかもしれませんそういう意味では、えー、むやみや誰にドンパチをするのではなくてですね やはり外交を駆使しながら、えー、戦争というものではなく、えー、勢力をバランスよく保ちながら、えー、できるだけ戦争というものにいかないようにという考え方があったということが、えー、言えると思います。まあ、それがこの勢力均衡という言葉ですね。まあ、そうは言ってもですね本当にこれ名ばかりだと言っていいと思います。えー、ヨーロッパのの戦戦争史史と言ったらもう日本の戦国史 ではまあちょっと理解に苦しむぐらいですね、もう何回も何回も同じことをやってますので、えー、この言葉とっていうのは、世界史で植えつけられますけれども、本当にそうかなというふうには思いますが、まあ、ただ一応、言葉としては、このウェストファリア体制、これが、また、これがイコール勢力均衡という体制を生んだというか、まあ、一つの考え方として、確立したというふうに言える転換点だったということは、押さえておきたいところです。 しかし、その後に平和が続いたわけではない。むしろ、すぐに戦争となる。しかし、勢力均衡という考えや、国という単位の確立という意味で、ウェストファリア体制は、ヨーロッパの近代、現代を形作ったと言えるというふうに書いておきました。まあそうですね、そういう意味では、あのーまあ、勢力均衡って言うんですけれども、本当に均衡しとった時期なんかいい、どんなもんあるんだと、まあ、一瞬もあったのかって言いたいんですが、まあ、そうはいえですね、まあ、一応そういう形で、 ヨーロッパでは語られますただ、一つはっきり言えることは、ですねこの国という単位ですね、国という単位を非常に強く意識するようになったのが、このウェストファリアのウェストファリア体制からだということは、まあ、これは歴史を見ていてもそうなのかなというふうには思います。ですので、まあ、そういう意味で、近代史が始まったというのは、この国というものが始まったと言っていいのかもしれません、まあ。で、国と国同士でやるから、国際会議にもなるということですね。 そういう意味ではこの国という単位を生み出したというのがウェストバリア体制の最も大きな特徴だったというふうに覚えるのもいいのかもしれませんね。はい日本では徳川幕府も3代まで進みより一層平和と学問の道を進んだ時,期時代だったというふうに書いておきました、えー、全く話は異なりますけれどもその時代じゃ日本はどうだったかということは必ず意識すべき ことかとかいう,ふうに思いいます、えー、いつもの年表ですけれどもこちらですね1648年のウェストファリア条約について今、えー、ずっとお話をしてきたんですけれども、えー、その頃というのは実はもう江戸時代ですよと、えー、パッと世界史だけ、えー、こちらだけ見ていくとですねものすごく昔の中世の頃とかっていうイメージあるんですが日本でもとっくに戦国時代は終わっています。 そして、えー、日本で、まあえー、お家、ま、取り潰しとか、武断政治と言われるこの3人ですね、徳川家康、徳川秀忠、徳川家光の時代なんですけれども、えー、お家取り潰しといっても、ですね人々の虐殺とかそんなことは起こっておりません。えー、多少の首隠し、えー、ということはあったかもしれませんけれども、あのー、そういう意味では、ですねこの歴史の違いに愕然とするなというふうにも思えるし、えーまあ、それがだから日本が上とかそういうつもりはないですけれども、 日本という国とのこの時代ですね、このじゃあウェストファリア条約、初めての国際会議と言われた時代、それはじゃあ日本はどういう時代だったかということを知っておくことは、ですね歴史の興味を知る上でも大事ですし、日本という国の生い立ちを見る上でも非常に重要なキーとなりますので、この今のウェストファリア条約の頃というのは、日本は原語で言うと慶安の頃ですし、徳川家光子第三代徳川家光子の時代でしたよと。 ということはしっかり押さえておきたいところですそれでは本日はここまでですウエストファリア条約の本質という意味で4つの意義という見方で見ていきました、えー、いかがだったでしょうか次回はシリーズウエストファリア体制と30年戦争の最終回となりますウエストファリア体制とその後の世界と日本をお送りしますヨーロッパの平和は全く維持されませんがその後の世界は宗教ではなく 国が全面とと出る世界となっていきます日本も大きくそれに巻き込まれる形になっていきますがまた別の歴史をたどっていくのが日本の歴史ということになります番組を見ていいと思った方は是非番組登録といいねボタンをお願いします学ぶことは楽しいですこのチャンネルは楽しみながら勉強する手助けになれればと思って配信しております是非次回もお付き合いください ワンポイント四宿の鉄でした。